はいどうもバッシュデです。先ほどですね、あの YouTuber のよしお PC さんのね、YouTube 見ていて、エブリトンライブのね 11.1 のアップデートが発表されましたよっていうのをね見ててですね、まあ、コメントして僕がね、非常に面白いアップデートですよねっていう話してて、まあよしおさんがね、僕の YouTube の方で説明しきれてない部分、バシデさんお願いしますってことでね、ちょっとバトンをね受け取ったっていうこともありまして、今日はですね、エイブルトンライブのね、アップデートに関してちょっと喋っていこうかなというふうに思います。はい、これはね、まあ他のねプロトゥールスとか、キューベース使ってる方はね、全然関係なくなっちゃうんで、特定されてしまうのは申し訳ないと思うんだけれども、まあ、そういった方もねライブ、アップデートされたんだぐらいに思っといてくれればいいかなというふうにも思いますし、これからね、エブリトンライブにしようかなって思ってる方に関してはね非常に役に立つ情報かなというふうに思います。で、今回の無料アップデートはですね、11から 11.1 ということになりまして、ここにデカデカと載ってますが、Apple Silicon 対応のライブというふうになります。はい、近頃ですね Apple の MacBook Pro がね M1 チップというものをね搭載していて、まあ今まで使えていたね、プラグインですとか DAW もね一部使えなくなってしまったなんていうね情報も聞くわけですよ。それで今回はエイブルトンの方で M1 チップに対応した、アップデートがなされたということでね発表がありました。はい、でね、まあ、数多くの方はねもう Apple のね、新型の MacBook Pro をねお使いの方いると思うんで、やっと来たかっていう感じでもあるとは思うんですが、まあ、僕の家のね環境はね、M1 チップを使った、MacBook、まあ、iMac なんですけども iMac ではないということで特にね、関係はないかなと思いつつですね、記事を見ていたらですね実は、そのね M1 チップに、対応する以外にもね多数の機能で細かな更新を行っていますということでその辺を紹介していこうかなと思います。既存のデバイスであるねフレーケンシーシフターっていうねエフェクトがあったんですけどもそれがシフターというねものに変わりました。はい、フレーケンシーシフターはシフターの名前で生まれ変わりリアルタイムで単音のピッチを変化させる新しいモードが加わったほかこちらですねディレイ、エンベロープ、LFO、グライドといったパラメータも搭載しましたよということでシフターがちょっと変わったよということでねこれ後で説明しますけどもちょっと遊んでみたんですがだいぶ面白くなってます。はい、で、その他にですね音楽制作の、効率化や表現性の向上を目的とした2種類の MAX4 ライブデバイスアラインディレイと、シェーパーミディも新たに追加ということでねまあ、この2つの、ね、MAX4 ライブの機能も追加されたということで後でねちょこっと、紹介していこうかなと思います。これはね、デジタル環境から発信する信号に生じる遅延を解消可能ということで特にね音がね劇的に変化するエフェクトとはまたちょっと違う感じなんだよね。でかなり専門的な部分も入ってくると思うんで今のところちょっと情報があまりないんで分かんないんですが先ほど僕が使った感じからすると自分はそんな今のとこ使わなくていいかなっていうようなものですね。このアラインディレイとシェイパーミディっていうもの、うん、なくても平気って感じですね。はい、この辺のね使い方詳しい方いたらねぜひぜひ教えてください。こんな風に使うとめちゃくちゃ便利ですよみたいなね情報があると非常に嬉しいです。で、さらにコンピング技能がパワーアップしているほかマルチクリップ編集の操作性なども向上していますってことでねこの辺もどういう風にパワーアップしているのかっていうのはちょっと今現時点ではねちょっと確認はしてないんですけども、まあ、コンピング機能などがね、パワーアップしてますっていうことでねこれ英語でねリリースノートは英語のみでご案内になりますっていうんでね英語の方に詳しく書いてあるのかもわかんないですけれどもちょっとねまだ未確認の情報もあるっていうことでお伝えしております。ご了承ください。まあ特にね、注目するべきはこのシフターなのかなっていうふうにも思います。はい、もちろんねこの M1 ね、Mac を使ってる方は M1 チップの方がねメインになると思うんですが、相変わらずインテルでやってる方はね、このシフターの方がねメインになってくるのかなというふうにも思います。というわけでちょっとエイブルトンライブをね、見てみましょう。はい、で、すでにね、今適当にね、曲を作ってるんですがみたいな感じでね今適当にこのメジャーのねセブンスコードっていうのをただ並べただけなんで何のね
こともない音源を使ってるんですけども、これをねちょっとシフターとかを使ってね、音遊びしていこうかなというふうにも思います。でですね、ミディエフェクトの中にまずシェイパーミディっていうものが追加されてます。はい。でオーディオエフェクツの、ユーティリティーズっていうところにアラインディレイっていうのが入ってます。で今回注目すべき、ね、一番注目すべきところかなと僕が勝手に思っているのはこのピッチモジュレーション、ピッチ&モジュレーションっていうものの中にここにねシフターっていうのがね、名前がフレーキンシーシフターからシフターっていうものにね変わってます。 で中開けるとこのようにプラグインもいろいろ入っていて、このプラグインはね多分特に前回と変わってない気がする。はい。で変わったのはこのねシフターのこのインターフェースがねだいぶちょっと変わったかなっていうふうに思いますね。このコースとかね、あとはこのディレイっていうボタンが追加されてたりするのかな。はい。であとモードもねピッチ、フレーキンシー、リングとかね、ちょっとこの辺でいじって遊べるよっていうことですね。はい。じゃあちょっと一回聞いてみましょう。これね、マイナーセブンス、コードのねこの音をちょっとコースっていう変えてみようか。これまあピッチみたいなもんだよね。うん、ちょっと今プラス2にしてみました。もうちょっと上げてみよう、プラス4、うん、よし、じゃあちょっと下げてみよう、マイナス2。はい、っていうわけでねこのコースっていうところでまあピッチをねいじれるよっていうのと、あとディレイボタンがあって、ディレイをかけれますね。ここでねちょっと適当に今ディレイをオンにして、でディレイ分割っていうのが8分の3とかなんか分割表があって、どうしようか、2分の1とかにしてみよう。ほんと適当にやってますが、ははフィードバックでちょっと上げていくと、すごいやっぱディレイはねかなり効きますね。はい。でここの分割でねいろいろと変えれるということですかね。4分の1とかにしてみようか。4分の1でフィードバックちょっとこれかけすぎたんで、まあ、10時ぐらいにしといて、はい、かなりいい感じでねディレイ効きますね。はい。でここのモードでピッチとかねフレーキンシー、リングっていうのがあって、フレーキンシーにするとこれは周波数がね変わりますね。周波数帯が、すごいね。かなりダークな感じになっちゃったけど、はい、こういった感じで周波数帯も変えれるよと。でリングっていうのがあるね。リングっていうのがあるからね、ちょっと見よう。おほ、凄まじい。凄まじいですね。こういった感じでねちょっと、シフターっていうのが変化があったよっていう感じですね。ちょっとピッチに戻しとこうね。はい、ちょっと戻しといて、はい。で、一回シフターを切って、このねアラインディレイっていうのはね多分これ信号で遅延をね解消させるエフェクトみたいなんですが、特にねこの辺をこのようにいじってで何か劇的にね音が変化するかっていうような感じではなさそうですね。はい、一応音鳴らしてみますけど、
はい、ここにねモードっていうのもね、時間とかサンプルズとかねディスタンスっていうのがあって、この辺をいじってね、まあ信号による遅延を解消させることができますってことですね。この辺ねなんかうまい使い方あって知ってる方いたらぜひぜひ教えてください。はい、でこのアラインディレイっていうのがあって、でこのシェイパーミディっていうのが追加されてます。はい、シェイパーミディ、はい、このシェイパーミディもですね、特に劇的に音の変化を感じることができるかっていうと、今時点ではそこまでの、劇的な音の変化っていうのは感じないような感じですね。はい、これはどういうやつなんだ。シェイパーミディではモジュレーションのデータを生成してミディ演奏の表現性を高めることができるんですかね。はい、もしねシェイパーミディに関しましてもなんか新しい情報あったらね、コメントで教えていただけたり、もしね YouTube やってる方などいたらね、YouTube の方でね紹介していただければ、それはそれでまた僕もね勉強したいなというふうにも思います。というわけでね、今日は速報的にですね、Ableton Live が、Ableton Live がアップデートしましたっていうことでね紹介させていただきました。はい、というわけでまたお会いしましょう。どうもありがとう。 Peace よ。